パームスの沼田純一です。今日はですね2018年、新たに登場しましたライトソルトゲームに向けた、新シリーズビットワーツのねルアーを紹介していきます。水中映像それからね実調シーンなんかもね交えながら紹介していきますね。まず最初、こちらです。ネバプロですね。こちらねプロップのついたシンキングタイプの、ミノになるんですけども、サイズがね39mm で、まあ、ウエイトの方がね 3.5g と、いった形になるんですけども、このね比較的、大きなリップ、これがね水受けをします、ね、で泳ぎとしてはねかなりね大きな、ウォブリング、これを伴ったアクションで加えてねテールのプロップの、水の攪拌という形でねかなり大きなアピール力を発揮していくルアーですね。でまあ、サイズ 30mm 台 39mm といった形なんですけども、小粒なんだけどアピール力が大きいと、いったところでね、例えば、まあ、手始めの釣りをね始めていくにあたって、活性のいい魚をねこう拾っていこうと、いった向きにねちょうど合ってくるといった形でね、波動で見せて、で実際は、小粒だからこうパコッとバイトさせやすいと、いった形でね、まあ、ハイアピールスモールシルエットというのがね最大の特徴のルアーになりますね。でこちらがね、水中でのアクションになるんですけども、リトリーブをしてくるとね、水をしっかり掴んでねこのようにしっかりと泳ぎます。でテールのねプロップもこの時にね回転してますんでね2種類の波動、これがね魚に対してのアピールという形になってきます。でなおねテールのこのプロップ、例えばまあ潮に流していくようなねドリフトに近いような釣りしてもねかなりこうレスポンスよくね回転していきますんでね、ボディの、ごく大きな動きは抑えつつもプロップの動きの微波動で見せようと、いうような使い方もできますんでね、状況に応じて、比較的ねこうフレキシブルに対応してくる、そんな能力も備えてます。でこちらがね、実際に実調でこう使っていったシーンのね映像になるんですけども、アングラーは小町弘和くん、ね、メバル狙いで、使っていってるんですけども、ね、魚のこう活性それからレンジをね、見極めながら、ご覧のようにアジャストさせていくという形でね結構しっかり食ってくるんですよ ね、 このような形でね、メバプロ登場します。まあ、メバルに向けたね小粒のミノという形なんですけども、まあ、実際はね、かなり多魚種で効いてきますんでね、ライトソルトのね、一つの、まあ、新しいゲームスタイルという形でぜひね試してみてください。さあ、続いてね、こちらのルアーになりますね。サブリームのねメバルチューンあります。もともとはね、渓流の、ミノイング用のねルアーとして登場したルアーなんですけども、サーフェイスそれからねサブサーフェイス、攻略していくこの性能がね実はねメバルに非常に有効と、いうことでね熱狂的なアングラーからのリクエストを受けて、プロダクト生産したと、いったルアーになるんですけども、今、言いましたようにねこのルアーのね、使いどころはもう表層トップウォーターといった形で水面内視はその1枚下のねサブサーフェイスになるんですね。で最大の特徴はね、ご覧のようにねこの水中アクションリトリーブしてくる時の微波動のアクション、こちらですね。これとあとは浮力を生かしての水面でのアピールと、いった形です。で、まあ、リトリーブしてきてね、リップが水受けるんですけども、あくまでもアクションはねシルエットを崩さないレベルでのこの微波動、これで魚にアピールしてきます。で仮にねこの時にこうロッドワークでトゥイッチ入れてくるとパパッと反応はしてくるんですけども、リップが今度ね、ブレーキになってその場でパパッと今度ね止まるんですね。あくまでも、魚の視界からルアーを外さないと、いった形でこう使っていくことができるルアー、ね、加えてね、水面での引き波というのも、このルアーのね一つの大きな特徴になりますね。でも魚がね水面をこう意識しているとき、非常にね有効な手段になります。ファーッとね、引き波でこれもただね三角波を立てているわけではなく、まあ、あくまでもボディがね小刻みに震えながらアピールしていく、
これによってね、魚、下に沈んでる魚も水面までこう呼んでくるという能力がね、非常に長けたルアーですね。でこちら、実調シーンになるんですけども、先ほどと同じく小町くんによるね、メバル狙いです、ね、潮の流れをうまく使ってね、魚にアピールしていくわけなんですけども、こう、ねまあ、ライズしているときはね、当然のことながら、ね、仮にライズがなくてもね、魚をね水面まで呼んでくる力があります、ね、このようにねメバルアタックしてきます。でね、次のね映像はメバルではないんですけども、水面にね果敢にアタックしてくる様子をねちょっとご覧いただきたいと思います、ね、何度も何度も当たってるでしょ、こちらね生後なんですけども、水面の引き波、これにね魚がね下から突き上げてくる様子、ご覧いただけると思うんですが、こんな形でね魚を水面近くまで呼んでね、そしてバイトさせるという形でね、非常にね見た目とは裏腹にエキサイティングなゲームがね可能になりますんでね、ぜひこれからのシーズンね、活用いただけるルアーの一つと思います。さあ、続いてはね、こちらビットアーズシリーズから出るメタルジグ、ね、名前はねミニチュアダックスになりますね。で、まあ、こちらラインナップはね 1.5g から 14g までといった形でね、多彩にラインナップ揃えております。で近日中にはね 0.9g、ね、このウェイトもね追加になって、まあ、いよいよ、ライトゲーム、ね、フィネスゲームに対応していくジグになるんですが、特徴としてはねこちら、まあ、ただ巻き、ね、リトリーブの釣りからロッドワークを駆使した釣りまでね、幅広く対応していく、そんなジグをね目指して設計しました。でね、まあ、名前にもある通りダックス、ザ・ダックスのねリトリーブの泳ぎの性能、これをね、踏襲しつつ、かつロッドワークに対しても機敏にアクションをしていこうといったところをねこう融合していくジグになりますね。で、まあ、アクションの方ねこちら、ご覧ください、ね、ただ巻き時にね、しっかりとテールを振ってくると、いったこのアクション、で次にねロッドワークを、入れてった際のアクションがこちらです、ね、これに加えて、実際にこう現場で、ね、釣りをしていく時はねフォールをねこう織り交ぜていくような形になりますんで、まあ、実際はね横に引きつつロッドワークを入れて見せてかつ沈めていくと、いったねこの3つの要素をね、組み合わせることで魚のバイトを引き出すと、いった形がね、有効な使い方になります。で、まあ、実際にね、使っていってる様子がこちらになるんですけども、落ちていくジグにねこれアタックしてきたのが ね手のひらサイズながらね茶色丸旗で、続いてがこちら、自身ね伊豆ではね初めて、見るんですけども、黒星笛台の幼魚ですね。まあ、こういった形でね、非常にね多彩なターゲットが、狙えるというのもね一つ大きなね、特徴になりますね。これはねもう本当にね小さいウェイト、まあ、シルエットをね小さくしていくとね、いわゆるメタルジグのゲームっていう概念を超えて、多彩な魚がねバイトしてくるというのがね非常にね、楽しくてね、かつね驚きもね含めてね、皆さんにね使っていただけるんじゃないかなと思います、ぜひね、まあ、各ウェイといよいよ揃いますんでね、0.9g も含めて、実調でね楽しんでみてください。さあ、そしてねこちらがビットアーツシリーズから登場するポッパー、ね、ターンポップになりますね、サイズは 50mm、ね、ウェイトは 3.7g と、いった形でね、スペックになるんですけども、まあ、カップの形状ね、ご覧の通り、下側の、ね、カップ、若干ね、控えめになってまして、かつね浮き姿勢はね若干尻下がりになりますね。で、まあこれによりね、まあ、甘いポップ音パカッパカッとしっ
っかりこう水を掴んでいきつつ、かつねロッドワークに対してね少しね首を振るね自由度が増すんですね。なんでまあポッパー本来のね、水をこう噛んでいく、ポップ音とね水の飛沫、まあ、スプラッシュですよね、これを複合したアクションに加えて、まあ、ボディ自体もね首を振らせて見せていくと、いったね使い方が可能になるポッパーですね。でまあ、実際ね、こちらが水中での、ポッピングアクションになりますね。小粒の割にねいい音が出るんですね。でしっかりこう水を、掴んできますんで、多少ね水面がラフになってきても、まあ、ポップ、発生させることが可能という形でね非常に使いやすい、ルアー仕上がっています。でこちらがねロッドワークを入れていった際のボディの動きになるんですけども、ねまあ、ペンシルにねいわゆるドッグウォークに近い形でね、首をパパッと振っていきます。で、まあ、これと先ほどの、まあ、ポップオン、ね、合わせていくことで、まあ、ルアーの存在を見せつつ、ね、今度は、視覚的にも、バイトを誘っていくという形でね非常にこうテクニカルにね釣っていく向きに合ってくるルアーの一つになりますね。